はい、どうも。今回ですね、5つ、おでん買ってきまして、それの食べ比べやっていきたいと思います。買ってきたのはローソンと、セブンイレブンとファミリーマートと、あとサークル K と、あと、もう一つが、これ新潟のあたりしか売ってない、売ってないというか、ない、セーブオンっていう、ね、コンビニのやつです。これが、セブンイレブン。これがローソン。これが、ファミリーマート。で、これがサークル系。で、これが、セーブオンです。ね。よし。ということで、全種類ですね、卵と、なんだ。卵と大根を買ってきたんで、ね、二つずつね、買ってきましたんで、全部ね、これで、だいたい食うのっていうか人気あるのってね、そこの二つぐらいだと思います。で、なぜか、セブンイレブンだけでかいやつにしてもらったんだけど、スープ、ちゃ、あの、いっぱい入れてくださいって言ったらね、こんなしか入ってないっていう。こんなしか入ってないという。現実。それではいただきます。じゃあまず、セブンから、セブンイレブンいただきます。大根。ちょっとぬるくなってるわ。美味しい。これはめんどくさいな、いろいろな。じゃあ次。セーブオンから。セーブオンいただきます。どれ？これ一番最後に買っただけあってあったかいわ。暑いわ。まあ、うまいんじゃない？なんか微妙だな。正直ちょっと微妙だけど、味が。からし。からしを投入してと。からしを投入。からしを投入。じゃあ次は、ローソン。大根いただきます。なんかあんまり変わんないんじゃないか、これ。やっぱ、味がなんか薄いな、ローソン。味が薄いぞ。からしを投入。なんか全部からしがまた違うのがね。からしのあれも。やっぱセブンイレブンうまいな。ファミリーマート。ファミマ。ファミマ、いただきます。大根。ファミマ、確か大根でかいんだったかな。なんかでかいもん、ちょっと。1.2倍ぐらいでかいわ。ファミマの大根。薄い。味が薄い。あんまりなんかあれだな。
味が薄いと。セブンイレブンがやっぱ一番味濃い気がするな。もう一回セブンイレブンのやつ切ってみる。うん。うん。うん。セブンが一番味濃いわ。そして最後にサークル系。サークル系か。なかなか車で全部回るのめんどくさかったわ。よし、いただきまーす。うわ、やわっけ。崩れてる、ほとんど。ん？サークル系、いや、崩れすぎ、これ、ちょっと。やばい。うわ。めちゃくちゃ崩れてる。うん。微妙。まずい、あんまり。あんまり美味しくない、これ。ファミマ、じゃね、サークル系あんまうまくない。でね、どれだったかな？なんかね、卵がね、ヨードラン光っていうやつを使ってるらしくて、それでなんか、うん。らしいんですよ。卵いただきます。うん。セブンイレブンの卵。うん。うん。サークル系。うん。どれだったかな？ヨードラン光使ってるの。ローソンだった。うん。うん。セイボーンあんまりうまくねえな。うん。うん。ファミマ。あ、ファミマが一番色が濃い気がする。ほら。真っ黒だ。うん。うん。あ、ファミマの卵うまいわ。うん。卵はファミマ。ローソン。うん。うん。微妙。じゃあ最後にスープいただきます。スープ飲み比べ。ん？なんだこれ、薄っ。サークル系薄っ。うわ、薄っ。味がほとんどしない。うん。これまだいいな。ローソン。ファミマ。あ、ファミマが美味しい。ファミマとセブンイレブンがうまいな。うん。結論から言うと、だいたいセブンイレブンとファミマ、汁は、うん。セブンイレブンとファミマが美味しい。で、大根もセブンイレブンが美味しい。で、卵はファミマ。ですね。あれ何がヨードラン光だったかな？何だったっけ？確かヨードラン光を使ってるコンビニが、確かあったはずなんです。ちょっとググってみますか。ヨードラン。ヨードラン。ローソン。ん？ローソンっぽいな。
ローソンみたいですね。ローソンが夜空の光を使っている。ほう。そう言われても全くわからないな。で、大根もなんか、ローソンファームなんちゃらかんちゃら、大根を使ってると。そう言われてみても全くわからない。セブンイレブンが美味しい。結論。セブンイレブンがうまいな、やっぱな。まあ、ぶっちゃけた話、セブンイレブンぐらいしか俺のまあ、結構店舗数的な意味で多いのがやっぱセブンイレブンなんで、どうしてもね、あと7個もよく使うんでね、どうしてもセブンイレブン推しになってしまうんですけど。ほとんど行かないからな、他。まあ、特にまずかったのが、サークル系が、スープがものすごい薄い。ものすごい薄い。薄すぎてなんか、水かって、水と醤油加えたぐらいしか味がしないっていう。いう感じです。よし。ということでね。いやー、今日いろいろ買ってきたな。ということで、じゃあ、順位付けすると、セブンイレブンが1位だな。2位がファミマ。3位以下はもうその他。まあ、ローソンはヨードラン光使ってるっつから、まあ、3位ぐらいにしてやってもいいけど。言われなきゃわからないレベル。これ。言われなきゃわからん。言われてもわからんもんだよね。言われてもわからん。ということでね。ご視聴ありがとうございました。